じゃんじゃん。はい、皆さんこんにちは。車の大社員カシノティです。今回はこちらイエローハットで販売されている急速クロスという吹き上げ用のタオルですね。こちらをちょっと使ってみようかなと思います。で、この商品の特徴はツイストパイル折りといって、ジーオンシルクドライヤーとかにも採用されている、こうネジネジされているタオルなんですよね。で、僕も過去にいろんな商品使ってきました。で、僕が YouTube を始めた頃はジーオンシルクドライヤーぐらいしかなかったんですよ。けど今もうね、いろんなメーカーからこういう形状のものが出てきて、まあ、いろいろ使ったんですが、まあ大きな差はないです、正直。まあ生地自体の厚さとかで絞りやすさとかの違いはあったんですが、吸水力で言えば、まあどれも一級品ですね。なんかまあ使うまでもないのかなとは正直思ってるんですが、まあ一応ちょっとね、使ってみようかなと思います。で、サイズがまあいろいろあります。レギュラーサイズ、ワイドサイズ、あと超ワイドサイズ、あと極厚ワイドサイズ、この4種類あって、まあこのイエローハットで販売されているこのジョイフルっていうところのこの急速クロスの最大の特徴は、とにかく安い、めちゃめちゃ安いです。レギュラーサイズっていうのが 40cm×40cm ですね。こちらが798円、ワイドサイズ 90×40、 これが1280円で、超ワイドサイズ、これがシルクドライヤーの M サイズと全く同じサイズですね。 90×70、 これが2280円。ちょっと待ってよっていうね。極厚ワイドサイズ 90×40cm なんですが、これ裏面もこのツイストパイル折りになっております。これが2480円。安すぎです。安いに越したことはないんだけどね。これだと他のメーカーさんもてんてこまいですね、ぐらいめちゃめちゃ安いです。で、まあ間違いなく吸水力はいいと思うんですが、まあ念のためね、ちょっと使ってみようかなと思います。まあサイズ感ね、ちょっとお見せしましょうか。まあ絞りやすさとかも結構あったりするので、特にこのレギュラーサイズとか小さめのやつは絞れた方がいいのかなと僕は思っております。だからあれだね、前に比較したアイオンのウニキューとかは他のと比べて結構薄めで絞りやすかったです。あれいいよねっていう人も結構、うん、いるんです。僕はね、基本絞んない、もうタオルを何枚も用意して濡れてきたらもう変えることをやっていますが、まあ絞れた方がいいよねっていう方もいますね。まずはワイドサイズ、あ、このサイズ感ね、これもね1枚あってもいいなって思うんですよ。ちっちゃめのやつ、ちょっと細かいところを拭くので、これがワイドサイズ、あ、横長ね、あ、まあ悪くないのかな、ちょっと使ってみたいな、横長も。で、僕が普段使っているのがジーオンのシルクドライヤーの M なんですよ。それとこのワイドサイズじゃない、超ワイドサイズか、これが全く同じサイズ。あー、いいね、いいね。で、90ってこうちょうど手を広げたぐらいのサイズで、僕普段こうわさっと乗っけてこう引きながら吹き上げを行っていくんですが、ちょっとね、90、40だと奥行きがあんまりないので、やっぱ個人的にはね、90、70がいいかなって今のところ思っております。極厚ワイドサイズ、あー、はい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 、あ、悪くないね。っていうのも重みがある、こうちょっと後でね、実際やりたいんですが、倍ぐらい重いので、まあ、こっちの方がしっかり吹けそうな感じもする。これの90、70も欲しいな。まあ、とりあえずちょっと実際に吹き上げてみて、どんな感じか使ってみようと思います。ピンポンパンポーン。ここでイベントのお知らせです。5月27日、広島県にあるジェームス西条インター店、そして28日、同じく広島県にある清風新都店で行われるイベントに参加することが決定しております。またその翌週6月4日滋賀県の奥伊吹モーターパークで行われるボクサーフェスにも参加が決定しております。ぜひ皆さん会いに来てください。そして6月30日までイエローハットでシノピーがおすすめする洗車用品がお安く販売されるキャンペーンが行われております。こちら全国キャンペーンとなっておりますので、ぜひ足を運んでみてください。はい、そしたら外にやってきました。で、今回はアルファードでちょっと試してみようかなと思います。で、まずボンネットちょっと水かけて、一番小さいサイズかな、 40×40 のレギュラータイプで吸水力をちょっと見てみようと思います。そしたら水をかけます。
で、この車あんま水弾きはないですね。水弾きがあった方が基本的には吸水力っていうのはアップします。まあ、水が一個一個が粒になっているっていうのと、あと水の量ですねが少ないっていうところから、まあ、吹き上げもちょっと変わってきます。こんな感じで吹いてきますね。吹けてます。吸水力は申し分ないです。側面もちょっと試してみますね。で、小さいタオルは、まあ、側面とか結構やりやすいかも。まあ、四つ折りとかにして拭いてあげる。普通だったら水が伸びちゃうんですよ。けどこのツイストファイル折りっていうのかな、これだと伸びることなく拭き上げることが可能です。まあ、こんな感じで濡れてますね。上からゆっくり動かすことが結構重要ですね。あんまり早いと拭き筋になっちゃうので、しっかりこう吸いながら拭いていくっていう感じ。そうすると綺麗に拭き上がります。もちろん濡れてくると拭き筋みたいなの出てきますね。まあ、吸水力はもう問題ないね。そしたら車丸々1台拭いてみようと思います。普段ねパーツごとで洗車をしていくので丸々1台拭き上げることないんですが、ちょっと一応どれぐらいいけるのかっていうのを5括でちょっと試してみます。あ、結構いけそうだな。極厚ちょっと重たいな。で、こういう側面とかは丸々1枚使うの大変なので、まあ、半分に折ってこう拭いた方が楽ですね。この2枚重ねになってる方を左手で持って、で右手で支えながらこう拭いてあげる。あくまでもざっくり粗拭きって感じですね。一応ちょっとこの極厚でやってるけど、細かいところはやっぱ小さめのタオルの方がやりやすいかも。まだ結構いけそうな気がするけど、思うこともあるな。はい、一応車丸々1台こちら急速タオルの極厚で拭いてみました。で、使ってみた感想で言うと、吸水力はすごいいいんだけど重い、本当重い。ちょっとね手が疲れるぐらい重いです。けどこの重いのがいい箇所とかもあったりするので、そこら辺はちょっと後ほどといった感じで、まあ、サイズは 90×40 なんですが、個人的には 90×70 のワイドの方が使いやすいかなとは思います。まあ、なぜかと言いますと、例えばこういったボンネットですね、この吸水力が求められているこういうタオルで、僕が求めていることとしては全体をバッと一気に拭けるっていうところが、そうなった時に、例えばこのアルファードのボンネット小さい方だと思うんですが、こうやったらまあ90でこう横にしてこう拭いていけばなんとかなるのかなとは思うんですが、例えばこう縦にするとちょっと合わない、ちょっと 2,3 回やんないといけないけど、これを 90×70 とかにするとサイズ感がこうちょうどいいんですよ。全体をこう包みながら、でボンネットもっと大きい車の方が多いと思うので、余計にこの面積が広い方が使いやすいっていうのと、極厚じゃない分扱いやすいと僕は思います。でちなみにアルファード1台極厚の方でいけました。もちろんその水弾きの具合とかでまた変わってくると思うんですが、結構いけましたね。で極厚の場合はちょっと分かりにくいんですが、これちょっと湾曲してるようなボンネットですね、そういうところに使うとすごいいいです。重みがあるので、こう引っ張った時にこのうまくこの湾曲に入り込んでくれる、だからすごい拭きやすい。でこれがこのちょっと軽めの極厚じゃない方の場合、ここにちょっと空間ができて拭けない時があるんです。このくぼみのところ、この車はまだいいんですが、ミニとか結構ね湾曲してるような車だとこういうところ拭きにくかったりします。拭きにくいってことでもないけどね、極厚とかの方がしっかり拭ける。まあこういう大きいボンネットとかだと、個人的には極厚よりワイドの方を90センチ横の方に使ってこうわさっとかけてこう引く、って感じですね。こういった下面とかになってくると90×70だとちょっとでかすぎて拭きづらかったりするんですよ。これを90×40とか40×40のやつを、これ今 90×40 のやつですね、半分にし
してこう拭いてってあげると、まあ、操作性もいいしタオルが下につく心配とかもないので40-40でもいいかなとも思うしな。拭きやすいですね、こういうところは。ほんとね、拭くっていうよりかは乗っけるだけで吸ってくれるんですよ。このタオルを乗っけます。で、まあ、引っ張った方がいいけど、これを真上に取るともうこれだけでこんだけ水滴なくなってるんです。この辺とかもやってみますね。乗っけます。で、そのまま取ります。9割ぐらいは取れております。で、まあ、引っ張ってあげればさらに乗っけてこうゆっくり引っ張る。使ったことない人はね、使ってもらいたいんだよね。ほんと魔法のようだから。このフェンダーとかもね、気持ちいいですよ。じゃん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 。なんか86のね、ルーフとかね、めちゃ楽。このタオルある。これを半分に折ってわさっと投げる。で、引く。これだけで引き上げができます。で、これ拭き筋みたいな薄いのがさーっと残ってるわけじゃないです。もうほぼほぼ乾いてます。必要不可欠だなって思いますね。で、ちなみにこの球速クロス、まあ、シルクドライヤーとかもそうなんですが、これも拭けば濡れます。で、びちょびちょになってくると、例えばこう窓拭いた時にこう筋は残ります。なので、こうなるともう意味ないです。で、絞れません。一応絞ってみますか。絞れるかやってみます。まあ、絞れるは絞れるんだよね。これもシルクドライヤーも同じだからね。感覚的にも似たような感じ。だから、シルクドライヤー使ってる人はまあわかると思います。これはね、絞れてるうちに入んない。びっちょびちょです。極厚なんか無理でしょ。力入んないんだよね、これ。なんか細くしてちょっとずつやんないといけないんです。こう端からね、無理です。はいはい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらイエローハットで販売されている球速クロスという吹き上げ用のタオルですね。こちらサイズが4種類あるので、ちょっとすべて使ってまあどんな感じか試してみました。まあそもそもね、この商品買いだと思います。まあ理由としてはとにかく安い。で、このツイストパイルっていう、こういう形状のね、タオルっていうのは、今まで使ってきて、吸水力が悪かったものは、ないんですよ。ぐらい、まあ、その、信頼のおけるツイストパイルで、値段が安い、買いですよね。もちろんね、そのジーオンシルクドライヤーみたいなブランド品もいいと思うし、まあ、こっちはま、無印の、まあ、ユニクロみたいな感じかな。まあ、金額で言ったらね、かなりおすすめです。このツイストパイルの吹き上げ用タオル使ったことない人は使ってもらいたいですね。使ったことない人が使ったら、もう驚愕レベルです。え？何これ？っていうぐらい、かなり吸水力高いので、おすすめです。で、サイズは4種類あって、まあ、どれを買うかっていうところなんですよね。もう金額はもう申し分ないので、あとはもうサイズだけ。で、僕が個人的にプライベート洗車で、まあ、洗車用品持ってません。タオルを1から揃えますってなって、どのサイズ買いますかって言われたら、この90-70、超ワイドってやつですね。これ2枚に、もう1枚、まあ、40-40のこのレギュラーか、この90-40のワイドを1枚どれか持つかなっていう感じですね。まあ理由としては、この超ワイド、これで車全体をもう一気にパーッと拭いていく。で、終わったらちょっと手返しのいい小さいもので細かいところを拭いていくっていう形を取りたいなというところで、この超ワイドの90-70、まあ1枚だとちょっと、まあ車の大きさにもよるけど、ちょっと心細いので、まあ安いし、まあ2枚用意しておくかなと感じです。で、この極厚の方は、まあ、なんで選ばなかったかっていうと、まあ、悪くないんですよ。吸水力いいし、吸水量もいいんですよ。まあ、この90-70 2枚持つか、極厚1枚持つか、どうしよっかなって悩むぐらい、かなりこの1枚でいけちゃうんですけど、ちょっとね、やっぱ重たい。結構ずっしりくるので、やっぱその操作性だったり、まあ、疲れるっていう言い方はおかしいんですが、まあ、腕の負担を、まあ、車1台って考えた時に、ちょっと重たいかなと思ったので、まあ僕は超ワイドの方を選ぶかなといった感じですけど、まあこの重たいのも重たいのでいいんですよ。動画の途中でも言いましたが、湾曲しているような部分を重みでしっかりこうついてきてくれるので、うん、例えばね、ルーフとかちょっとボコボコしてたりするじゃないですか。わさってこうやった時に軽い90-70とかだと拭けてない時があるんですよ。けどこの極厚みたいなちょっと重めのやつだと、まあ、そういうところもしっかり拭ける。やっぱ手が届かないところとかね、こうちょっと伸ばさないと拭けないっていう部分もしっかり拭ける、わさっとかけて引くだけで拭けるっていうのはかなり効率も上がるし、洗車もね楽にできる、時短にもなるしね、いいのかなと思います。だからまあそこら辺はね、皆さん
の方で判断してもらえればいいのかなといった感じです。でまあ90、70、これが2280円でしょ。3枚で5000円ちょいって考えたらかなり安いのかなといった感じですね。まあ金額も安いのでちょっと複数枚揃えることもできるし、まああって損はないという感じですね。あとね、もう絞れないです。絞れることは絞れるんですが、まあその性能が一番最初の乾いてる状態に戻らないので、まあ絞って使ってもいいけど、僕はその体力を使うんだったら、まあこの金額だったら2枚揃えちゃうかなといった感じです。で、あ、そう、イエローハットって言ったら6月30日までシノピーおすすめ洗車用品が安く買えるキャンペーンを全国のイエローハットで行っております。なのでそれを見に行ったついでって言ったらおかしいけど、気になる方ぜひ購入してもらいたいなと思います。はい、とりあえずまあ今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。We'll be right back.